はい、こんにちは。本日はですね、腕の重みを感じながら振ってみましょうというのをやってみたいと思います。まあ、よく、ラケットの重みを感じましょうというアドバイスあると思います。まあこれはすごく、いいなと思うんですが、まあちょっとリラックスするためとか、まあ遠心力ですね、ラケットの遠心力を使ってこう打っていくと、まあいう意味ですごくいいと思うんですが、まあ私自身こう腕、ラケットの重みをこう感じるようにすると、逆になんかすごくこう手先がなんかガチャガチャになっちゃって、手打ちになるなと。まあ手打ち、まあ私の定義している手打ちというのはこの胴体ですね。ここまあ以前ちょっとご説明させていただいたんですが、この胴体主導で動かない、のは手打ちと、ここが動かないでここだけこう動くっていうのは手打ちと思ってるので、まあちょっとそういう感じになりやすいと、いうことを感じた時があります。でその時にちょっと調べたところ、まあ、腕の重みを感じる、特にフォアだって右ですね、右腕の重みを感じるといいかなと。腕の重みを感じながら打ってみようと思ったところ結構良くて、体重の 6% かな、 6% ぐらいの重みが片腕にあるみたいです。例えば50キロの方だと3キロですね、60キロの方だと、3.6 キロぐらい、まあ大体ですけど、まあそのぐらい片腕あるみたいで、ラケットの重みっていうのはまあ大体300から400とか、ガッと入れて300、400くらい、腕の重みはまあ大体3キロ、まあ男性女性でもちろん違いますし、まあ体重によって違うと思うんですが、まあ3キロ以上ぐらいの重みがあると。でその時にまあ私自身が感じたのが、腕自体の重みを感じながら振るとすごくいいなと思いまして、なんか重みをすごい感じた。ラケットの重みってなかなか感じることができなくて、まあ私がこう感覚がこのそういう細かい感覚があんまないのかもしれないんですが、その時に逆にこうちょっと手打ちになってしまったような気がしたので、腕自体の重みを感じながらこういろんなショット打っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ラケットの重みを感じることで、うまくいかない方はですね、まあ、少し腕自体の重みを感じて打ってあげると、まあ少しリラックスできて遠心力も、効いて、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これは結構私自身はすごく有効だったというところですので、まあ、その辺ですね、ラケットの重み感じて打ってるんだけどなんかうまくいかないなという方は、参考にしていただけるといいかなというふうに思います。本日は以上です。ありがとうございます。